おー、いた。どこ？兄さん、兄さん。まだ見えない、見えない、見えない。俺まだ見えないよ。ならね、大音にしとって。いいや、別に。
やばいやばい。なんか動きやらない。走。はい。角があるほうがオスで、それいらないでしょ。いや、そうだね。好き嫌いがあるんだ。
これ両方黒と茶色がいますけど、これはね個体差のアメじゃないんです。オスだからこの色とか決まってなくて、ここにいるやつでは、この白いのがお父さんのテルテルといって今年のサンフレッドの標識になっている個体です。ちょうどこの写真が皆さんもご覧になっているので表紙になっているんですけど、とってもね背中ザル背中ザルっぽい写真かなって思うんですが、住んでいるところは森で暮らしてまして、木と木の間の移動っていうのは腕渡りで行うんです。でその腕渡りをしている様子の写真ですけれども、腕でちょっと離してるんですよね。あ、手離れてるの分かるかなと思うんですが、これすごい特徴的で、オランウータンはとっても慎重で絶対ゼロのままなんですね。でマテナガザルはすごく運動神経がいいっていうことで、ブラキエさんっていう方法で移動するんですけど、その方法はねオランダとか、チンパンジーもやるんですけれども、全然比べ物にならないぐらい能力が高くて移動が速いっていうのが、お分かりになるんですけど、お分かりになるかなと思います。まあ、今ここで餌をあげてるので向こう側の鉄塔にはあんまり行かないと思うんですけど、行った時はここじゃん、そして、こっち側にいるちっちゃな個体は、では、こだまっていうオスを、男の子を、1歳になったばっかりで、帰って。
何これ何これ今の声なんかベロンと何アボカドあ、かぼちゃあら、美味しそうかぼちゃやん一番美味しい顔してたカメラ抜いてるのこんなでかかったっけあれこと食べるわ、たぶん美味しいよねなにあれはみたいなゴリゴリいい箸取るなぁそれではちょっとなんかいいタイミングやな私なんかとってもいいタイミング今出てきたんですけれども寒いのが苦手なのでちょっと寒いのに出てこなかったんですがエサ感もあるかそれが大人の数の具材でジャンプですごく大型の動物なんですけれども、マサレの中ではゴリラに続いて大きな動物で、大人の人は体重80キロから140キロ、今、飼育してこちらくらい多分190キロぐらいの体重があるかと思います。で、オスとメスで結構体格差がありまして、メスはオスの半分ぐらい。顔もさ、あんなのまともに見たの初めて。オランダなんですが、ヒトカワ動物で、私たち人に非常に近い動物です。で、まあ、どれくらい近いかというと、遺伝子の違いはわずか 4% 程度だと言われています。まあ、人にすごく似ているというか、まあ、共通する部分がとっても多い動物になります。で、住んでいるところなんですけれどもオランダは、東南アジアに住んでいまして、インドネシアとマレーシア動物園の飼育しているオランダボルネオオランダといって、まあ、ボルネオ島に住んでいるオランダで、今4頭飼育しています。で先ほどご紹介しましたが、ジャックという大人のオスでお父さんのオランダですね。で右手 の、 あの建物国内展示場というところがありまして、そこで、リアンとあとジャックとリアンの間に生まれた子供たちがいまして、モリトという8歳のオスとあと今年の2月に赤ん坊が生まれまして、メスのモカという名前がついています が、このオスで、メスで4頭おります。で、あの、ブラスだけがみんなと別にされて飼育されてるんですけれども、オランウータンは群れを作らない猿の仲間で、家族であってもみんなで一緒に過ごす動物ではありません。で大人のオスとか、大人のメスで、まあ、出産してない個体、出産してないというか子育てしてない、メスなんかは一人で。で、出産したメスだけが、まあ、子供を連れて、単独行動ではない行動するんですけれども、大体メスの子育て期間が、6、7年くらいありまして、1頭に6、7年くらいかけて子育てします。で、これくらい長い期間をかける、子育て期間を持っている動物で、陸の哺乳類の中ではあんまりいなくて、もう最初の時に今、餌は与えてますが、ここに野菜とか、餌を持ってきた感じですが、体の周りに少ないんじゃないかと思うかもしれないんですけれども、1日ですね、5回、6回に分けて餌を与えてまして、ご飯が12度、1日の5分の1以下、品目も十数品目かあげるうちの半分ぐらいを取ってますので、必要です。ではですね、野生ではどんなものを食べるのかというと、まあ、一番好きなのは果物で、甘い果物で、ドリアンとかマンゴーとかマンゴーとかが、野生のゴリになっています。でそういうものを好んで食べます。で、ただその甘い果物というのは数年に1回しか身をつけていないもので、すごいね普段からたくさん食べれるのではありません。
普段はじゃあ飲むものなんの例えば甘みのない果実、地軸とか柿です、柿といっても私たちが食べている柿とは異なって、まあ、本当に甘みがないと言われてます。でこういう甘みのない果実は毎年実をつけているので、割と食べることができます。あとは、木の葉っぱとか木の皮とか植物の花とか、そういうものを食べて暮らしています。でオランタの食べるものというのは、まあ、木になっているものですので、オランタは木の上で過ごしていると。で、まあ、地面に降りてこないのは地面にはあまり餌がないからというのが理由の一つなんですが、オランタの住んでいる森は木がすごく密集して生えてますし、背も高いので、太陽の光があまり地面まで届かないですね。なので、地面には植物というのはあまり育たなくて、オランダの食べるものは地面にないと言われています。でまた地面には、例えば文鳳という氷河、大型の氷河がいたり、大きな錦鯉がいたり、また私たちの人がいたりと、オランダの天敵となる動物がいくつか存在していますので、そういったものから逃れて、あとですね、まあ、もう一つ皆さんが気になっているあの顔のお話なんですけれども、すごく特徴的な顔つきをしていますが、多分皆さんも頬の出っ張りの部分が気になると思うんですけれども、これフランス人っていうあの呼ばれているものです。で、まあ、オランウータンの特徴の一つなんですが、全てのオランウータンにあるわけではなくて、オスにしかありません。オスの中でもフランス人がある、ではこのフランジは何なのかというと、これは強いオスの証でして、喧嘩の強いオスとか力の強いオスだけが持っているもの、そのオスだけに発達するもので、なので喧嘩の弱いオス、力の弱いオス、またすぐ近くにこういう強いオスが住んでいるという状況ではフランジではできないです。で、やっぱり強いオスなので、このフランス領のフランスの持っている領は、すごく大きな喉袋を持っていまして、大きな声で大声を出すことができるんです。この大声で強い音がここにいるよってことを周りにいるメスとか、また同時に他の弱い音で牽制の意味もあるので、それは自分の存在をアピールすることができて、このメスと出会う。まあ、そういう感覚に関するものなんですが、じゃあのフランスの苗をどうするのか、あの子供を残せないのかというと、そういうわけでもなくて、全てのメスが、こういうフランス領の意味になるわけではなくて、中には、フランスの苗をと結ばれるメスもいますし、またマツコっぽいだらっとゆっくり行くな。
マジムカツクがあいつ
かわいい。どうมันเหมือนกันนะครับผมโอ้มันกลับอะไรเนี่ยขอนไม้ผมไปเจอครับผมนะครับทุกคนแก่คนหนึ่งนะลูกครัวก็บอกว่าเอาฮาริคาโตไซมัสเนี่ยเขาพูดนี่นะบอกเอาแบบง่ายๆนะฮะเหมือนกับโอเยโอเยอะไรพวกนี้นะเอาแบบนั้นมีไหมบอกมีครับผมแต่ที่โปรโพเซมัสแกพูดเพชรโปรโพเซมัสมาตลอดตัวใหญ่แล้วครับอันนี้ที่สวนสัตว์รู้สึกจากกรุงเทพนะสวนสัตว์เขาดินนะรู้สึกที่ว่าเด็กตกลงไปในปากมันอ่ะเธอเอาลูกไปงี้ฮะสวัสดีครับเอาThank you.
炸弹。かかる恐れがありますので、心構えをしてもらいたいとありがたいです。それでは、ね、国体も行いますが、この旭山動物園アザラシ館ではですね、アザラシを5頭飼育しております。すべてね、ゴマフアザラシという種類でして、世界にはですね、18種類のアザラシがおりまして、皆さんから向かってこの左側の斜面のね、土手のあたりにですね、18種類の等身大パネルのね、アザラシの形とかですね、大きさ、名前がね、飾られておりますのでご参考ください。ゴマフアザラシなんですがね、名前の通り、体中にゴマの模様をしているのが特徴的なアザラシです。世界のね、こう18種類の中ではね、下から4番目の大きさでね、それほど大きくはないんですね。ですので、このゴマの模様なんですがね、実は1年に1回ですね、毛が生え変わるんです。毛が生えていないように見えますがね、今濡れてるのでね、短い毛が生えているんですが、今濡れてるので分かりにくいんですがね、1年に1回換毛ということをしましてね、だいたい4月から5月ぐらいにかけまして、毛が生え変わるんですが、このゴマの模様はですね、実は一生変わりません。ですので、ね、それぞれの個体模様が違いましてね、模様でゴマの模様の数とかね、まばらになったりですね、固まったりしますが、個体の識別にも利用されるわけです。もぐもぐタイムということでね、餌の話をしたいわけですがね、自然界ではですね、イカやタコ、それから魚などをね、主食して、主食として生活しておりますこのアザラシ。旭山動物園では普段何を食べているかというと、今日はですね、このイカナゴと言われる土壌みたいなお魚でね、本当にこう細長いんです。これをですね、食べるときにはどういう食べ方をするかと言いますと、こういうですね、与えますと、ちょっと分かりますね、パクッとですね、丸飲みしているんですね。実はですね、我々人間と同じように歯は生えているんですが、基本的に魚はね、丸飲みしてね、つるっと入っていきます。ですので歯はですね、イカやタコ、それから魚が泳いでますよね、それをですね、捕まえるときに使うものでして、基本的に魚は丸飲みしますね。餌の話はこんな感じですが、次に体つきを見てもらいましょうね。ご覧のようにね、体つきはですね、こう丸っこい体してね、これ俗に言う流線形の体つきと言いましてね、余計な出っ張りが少ないんです。
これはですね、魚などを捕らえるためにはね、泳ぎが得意でないといけませんよね。ですので余計な出っ張りがないことによって抵抗を少なくしてね、体温維持にも役立っておりますね。我々人間と比べてどこがね違うかと言いますとね、一番わかりやすいのは耳ですね。耳、我々にはこう耳たぶがありますけど、耳ね、このアザラシの耳どこにあるかわかりますかね。わかりましたかね。実はですね、目の斜め後ろに穴が開いているんですね。これがですね、耳です。音や声は聞こえているんですが、耳たぶがありません。あとですね、前足と後ろ足がありますよね。これもなんか短いように見えませんか。我々人間と比べるとですね、手首から先、足首から先しか出ていないんですね。ですので太ももとか腕の部分がないわけですね。まあ、体に吸収されているわけです。陸の動きはね、この、流線形の殻付きどんな動きをするかと言いますと、こんな感じでですね、モムシみたいな感じで這う感じでね、動きます。わかりやすいですかね。ですのでね、そんなにスピードというのはあまりありませんよね。前足と後ろ足、ついておりますが、ほとんどですね使わないで、這う感じでね動いておりますが、ですのでね、陸の上は大変ですね、こう動きが苦手なんです、動物なんですね。ですので嫌なことがありますとね、すぐ水中に入って陸に上がってこなくなりますね。ですので警戒心も強いというわけです。ですのでね、こう陸の動きはこんな感じなんですが、この5頭の中ではですね、ここにいるアザラシですね、私の一番近いところにいるちっちゃいアザラシなんですが、去年の3月に生まれたアザラシでして、この中では一番若い個体ですね。それではね、陸の動きはこんな感じ、イモムシでしたがね、水中の動きはどんな感じで動くか皆さんに見てもらいましょうね。それではね、今水の中にプールの中にですね、魚を投げ入れますので、どういう動きをするか見てもらいましょう。このアザラシ館のプール、ちょっとね、狭いんですがね、泳ぎが得意ということを皆さん分かったかなと思いますね。ですので、陸の動きとですね、水中の動きが全然違いますね。というのもね、こういう魚泳いでますよね。それを捕まえるためにはですね、泳ぎが得意でないといけませんよね。当然我々が泳いでも、人間が泳いでも追いつくようなスピードではないんですね。このアザラシ館ちょっとね、プールが狭いのでね、なんかこう感触がわからなかったかなと思いますが、陸の動きと水中の動き全然違うことをね、皆さん見てもらえたかなと思っております。実はですね、このアザラシ館のプールはですね、実はこう海水ではなくて水道水なんですね。水道水で大丈夫なのかなと思いますよね。こういうアザラシは本当にね、海で生活しているのでね、大丈夫かと思いますが、実はですね、我々人間と同じ哺乳類の仲間でしたよね。肺呼吸をしておりますよね。ですので水でも海水でも、まあ、水道水でも、生活できるというわけです。それではね、アザラシ5頭の紹介をしましたが、それ以外に、生き物がいるのをご覧いただきましたかね。実はですね、真ん中の陸の部分のところに、奥の方にはですね、柵があります。その中にですね、黄色いくちばしの鳥がおります。あれはオジロワシという鳥。それからですね、その手前、白とグレーの羽の鳥がおりますね。これカモメの仲間でウミネコと言います。どうしてね、このアザラシ館で皆さんにね、見てもらっているかと言いますと、理由は2つあります。実はですね、このアザラシも彼ら鳥たちはですね、こういった魚を主食にしてね、生活して、野生のところでね、生活しているということを皆さんに知ってもらいたいですね。このアザラシ館はですね、実は北海道のある港をね、イメージして作られておりまして、そういった環境の中でね、生活しているということを皆さん知ってください。見てもらおうかなと思って、飼育しているわけですが、もう一つ理由がありまして、彼らの鳥たちはですね、昔事故にあってね、
もう一生空を飛ぶことができなくなってね、こう保護されてきた動物たちなんです。オジロワシの方は左腕の根元から先が、羽がありません。それからウミネコの方もですね、羽を広げると分かるんですが、右腕の半分から先、羽がありません。ですのでね、もう一生空を飛ぶことができなかった、できなくなってしまいましたが、どうしてね、怪我に遭ってしまったかと言いますと、我々人との関わり合いの中でね、怪我を起こしていると、事故に遭ったということをね、皆さん知ってもらいたいわけです。我々人間とどうやって関わってね、事故を起こしたかなんてちょっと考えるのを、ね、ちょっと思いつきませんが、実はですね、我々生活している上でね、例えばこう今日はですね、自動車乗ったりですね、バス、それから飛行機でね、この動物園に来られた方、いると思うんですが、そういった場面で交通事故に遭う、それから我々住んでいるね、こういう建物の窓ガラスにね、ぶつかってしまって怪我を負う、